ちは、森本玲子です。こんにちは、成田英子です。さあ、なになに、はい、今回はですね、うん、豊丸から登場したばかりの CR ドンキホーテを紹介したいと思います。はい、楽しみにしてました。はい、 CR ドンキホーテなんですけれども、はい、うん、まあ、95年に登場したドンキホーテのですね、うん、あのリメイク版ということで、はいはいはい、今回もあの権利ものの、うん、素晴らしいところをですね引き継いでるという話なんですけれども、うん、何なりは、はい、ね、もうよく知ってるんだよね。そうですね、95年といえば現役で私が、うん、いや違う違う違う小学生だった時ですね。いやー腕を上げましたな、成田選手。いや、そういう涼子さんこそね、はい、あの前作はバッチリ打ってたんですか。はい、そうですね、95歳と私がもうバリバリジグマプロしてた頃ちょいお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 い、成田さんなわけねーよ、私だって小学生ですよ。ですよね、同年代ですもんね。そうなんです、いやまあ2人してね、うん、まあ、当時は小学生で、まあ、もちろんパチンコのパノ私も知らない2人だったので、はい、今日はですね、95年のドンキホーテにも詳しい、はい、あの権利もののプロをお招きいたしましたので、うん、早速話を聞いていきたいと思います。はい、さあ、それではですね、場所を移して権利ものについて詳しく勉強していきたいと思います。スペシャリストに来ていただきました。うん、はい、パチンコ必勝ガイド編集人の福井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりですね、スペシャリストって言われるとね、ハードルが上がっちゃうんですけど、いやでもプロじゃないですか。まあ、確かに今の、まあ、もう古い人間も少ないんでね、はい、もうあの子さんのものとして、はい、まあ、代表でちょっと、はい、じゃあ今回はあの権利ものを簡単にですね、はい、おさらいさせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回 の、 あのドン・キホーテなんですけども、はい、まあ、権利物名義復活っていうことで、はい、今回あの華々しく登場したわけなんですけども、もともとのドン・キホーテって、はいはい、分かります？聞いたことはあるんですけど、実際にはよく分からないです。うん、いや、私も知らないです。激安ジャングルしか知らないですよね。確かに、同そうですね、1995年にですね、はい、まあ、登場した、うん、あの三階権利なんですけども、はいはい、まずあのその権利物っていうことからの方が、うんうんうん、あの説明としてはまずは必要かなと思うんですけど、はい、まあ、はい、権利物って言われてどういうのを想像します？はい、権利物、うん、当たって、うん、とりあえず当たりはもう確定しているものなのかなっていう、うん、実はですね、はい、そこがまず違うんですよ。うん、違うんですか。まあ、権利物っていうのはまずはまだ、はい、あの例えばまあデジタルとかでそうじゃないですか。はい、でそれで、うん、まあ、普通の今のデジパチとかであれば、うん、まあ、そのままあとはまあ終わったりあの、はい、アタッカーが開いて、うんうんうん、あの弾を取るっていう形なんですけど、そうですね、その前にですね、うん、1工程ありまして、うん、まあ、あの権利を獲得するための、はい、あの装置がありまして、はい、そこにあの入れて、あの B 入手させたことでアタッカーを解放させるというところから、はいはいはい、まあ、それで、まあ、権利を獲得するというところで権利物なんですよ。なるほど。じゃあ今よくある一種二種混合機とかとはまた違うんですよね。あ、違うんですね。で今回のはドン・キホーテなんですけど、はい、あの当時、はい、あの日本の中でも今はもう例えば全国一律で基本的な機種の差ってないんですけど、うん、はい、当時あの地域によって色濃く、うん、あのそういったあのどの地域ではこういったのがヒットしてみたいなとか、はい、場合によっては東と西でタイプが違うのがありまして、はい、でドン・キホーテって実はあの、はい、西の方で大ヒットした機種でして、はい、で関東の、ね、私関東の方だったんですけど、はい、うん、基本的にはあまりこう馴染みがですね、うん、あの当然ホールさんにあって、はい、でもいたんですけども、はい、でも西の方では、うん、本当に大ヒットしてたっていう話を聞いて、あの特に成田さん、はい、あれじゃないですかね、西で、はい、あの東海地区とかでは本当にすごい人気だったんで、はい、あ、だから聞いたことあった。そうなんだ。はい、で当時はまあその1種、2種、3種の中で、まあその権利物タイプも結構出てたんですけども、はいはい、でその中でドン・キホーテってちょっと異色の存在でして、はい、でまあ三階権利っていうところはまあ他のタイプと大体まあ似てはいるんですけど、はい、まず一つがあの初当たりの大当たり確率がですね、155分の1という、あの権利タイプとしてはもう破格の大当たり確率があって、甘いってことですよね。そうなんですよ。はい、でまあとっつき焼きついてるところがあったんですけど、はい、あともう一つが、はい、まあ、なんであの初当たり確率がそこまで甘かったかっていうと、うん、あのまあ、ラウンドの振り分けがありまして、はい、まあ、2ラウンド16ラウンドがあって、うんうん、はい、でそのラウンド振り分けによってそういったものを実現してるんですけど、はい、でそのラウンド振り分けに秘密がありまして、はい、1回16ラウンドが出ると、はい、その後の権利の分が全部16ラウンドになる。
夢のような時間、ね、確かに今のこの時代でセットものっていうと、なんかなんとなくこの最初のこの辺りからこう潜伏をループして、いかに右に入れるかで、右に入れてからもこのこう振り分け次第でっていうようなところでこう手玉の差がついてくるイメージだったんですけど、一回16取っちゃえばその後全部16になる。そうなんですよ。なので今回の、はい、蘇った、まあ、CR ドン・キホーテの方も、はい、その当時のゲーム性っていうのをですね、うんうん、再現してまして、はい、まあ、初回で16取れば残り2回も16という安心感があるっていう、はい、それはでかいですよね。初回が大事なんですよね、まあ、当然2回目で当たればその次ももう1回ということで、はいはい、まあ、その逆で、まあ、2-2-2ってのあるかもしれないんですけど、それを含めてがドン・キホーテの、まあ、ゲーム性で、まあ、面白いところかなと思ってるんですよ。確かなえさん、権利者、はい、わかりました。私結構、はい、ミス単発って言われるぐらい1回で終わっちゃうんで必ずまたね、ワンナイトワンナイトがある3回あると思うとすごくもうワクワクしてきました。はい、じゃあもう権利者もバッチリということで、はい、早速ですね、実際にじゃあ成田さんと打っていきたいと思います。では、はい、早速ですね、こちらの CR ドン・キホーテを実践していきたいと思います。はい、さあ今日は成田さん、はい、まあ、せっかく女二人なんで、うん、まあ、腹を割ってね、はい、話しながらこうトークバトルということで実践していこうかなと。なるほど、トークバトル、はい、バトルです。というのもですね、玉じゃなくてトークバトルなんですね。そうなんですよ。見てください、なんですかこの怪しい黒い箱は。そう、見るからにヤバそうな箱があるんですけど、実はこの中にですね、はい、今日のトークテーマが入っております。はい、じゃ試しに1個引いてみて。あ、じゃあわかりました、うん、じゃあこれを、はい、はい、え、ちょっと待って、うん、結構際どい質問入ってるんですね。そう、この中にはまあそれの比じゃないレベルの、はい、まあちょっとね、はい、えげつない質問がいっぱい入っておりまして、これカメラの前で言わないといけないですもんね。そうよ、うわ、怖っ。だから、はい、このトークテーマを聞く権利を、はいはい、今日はですね、あ、権利ものにかけてね、まあ、そうそうそう、はい、実践バトルで決めていくんですけれども、まあ3回、うん、3回の権利ものということで、うん、その3回の大当たりの権利のうちに、はい、16ラウンド大当たりを1回でも取れれば、うん、聞く権利を1個、なるほど、相手に、まあ、つまりカードを1回引かせることができます。はい、あ、1回でもですね、1回でも、はい、だから3回のうちどこでもいい。わかりました。はい、頭に出してもいいし、ケツに出してもいいし、はい、うわ、全部引きたい、もう全部全部当たりまくろう。でも全部16でもあれで1回だよ。そうですもんね、うん、はい、わかりました。ということで、ちょっと女のですね、はい、バトルをドロドロしたものもしたいと思います。はい、それでは早速実践です。では早速、はい、はい、打ちますか。打ちますか。これモード3つあるんですよね。はい、あ、そうだね、はい、うんうん、どうします、選ぶ、これか、決定ボタンで、バラエティ、うん、ベーシック、マニアック、どれいきますか。じゃあ、そうですね、うん、バラエティでもいいですか、私。あ、いいよ、気になるんで。まあ、バラエティ一番ね、予告がいろいろ出てくるもんね。はい、じゃあ私、ベーシックで。ベーシックで、はい、大人の女で行かせていただきます。現役時代思い出して。いや、だから年変わんないっつうの。じゃあ行きますね。よいしょ。あー、ありますね。やっぱこれ、やっぱおじさんがね。ちょっと待って、これ多分私熱いよ。え、これね、枠フラッシュしてますよ。枠多分これ、まあピンクっぽい紫っぽい色だけど、これ多分ね、唐草扱いじゃないかなと思うんです。はいはいはい、あ、来た、あ、出た、来ました、同期リーチ、同期リーチ、同期リーチはね、ベーシックだと激アツです。あ、まあそっちでも熱いけど、よー、来た、来たー、うわー、マジか、やばい来ました、来ました。16やめて、これ16止まったらもう速攻引きますよ。やめてください。さあ来い、この時点で16、まあ、25% なんだけどね。 25% 引ける私は。あ、この先出てきた。あ、よしよしよし、2でした。残念。スモールボーナスはね、ここのアタッカーで消化します。いや、だってほら、ガイドの毒舌女王といえばレオコさんじゃないですか。いやいやいや、まずちょっとレオコさんの話でこうね、お手本を見たいかなって。いや、だからだからこそですよ。成田さん本当に人の悪口とか悪い話しないんで。いや、怖い。成田さん、あー、上がらなかった。よしよしよし、あと1回。あ、上がった、やりました、イエーイ。マジか、成田さん、レジェンドタイムに突入すればもう次は16ラ
ンドが約束されてるので箱、はい、箱もうこの時点で引きます。いや怖っ。じゃあ引かせていただきます。何あるんだろう。成田からゲスな話を聞く権利ゲットです、うん、どうしようかな。じゃあいやお願い。あれ取れない。今日朝食べたものとかそういうのでお願いします。バン噂話、皆さんないよ。ゲスナの一発ゲスナのゲスナのちょうだいよ。ゲスナのちょうだい。ゲスナ噂話まあ一発目なんで、うん、あのこれ読者さんから聞いたんですけど、うん、読者さんから読者さん、あの噂話あんま入ってこないんですよ。はい、休日のスーパーで、うん、お子さんと、うん、あと旦那様を連れて一緒に歩いてるある女性ライターがすごい幸せそうだったんですって。めちゃくちゃ幸せそうでですね、あの多分薬局ですかね、薬局で選んでたと思うんですけど、それを見たあの読者さんがあの見ちゃったんですよって、あの地元のスーパーで旦那さんとお子さんと一緒に買い物してましたっていう話をすごい熱心に私に話されてて、めちゃくちゃ幸せそうでした。ナイさん、それ追加情報あるんですけどいいですか。はい、お願いします。それ多分スーパーって言ってましたけど、多分あのララポートだと思います。ララポート。ララポート。なるほどなるほど。なんかちょっと私もそれ知ってます。心当たりがある。ありますあります。ああ、やっぱり。そのネタ元もご夫婦の方ですよね。ご夫婦のガイド大好きな読者さんです。あ、わかりました。はい、ありがとうございました。マイルドなやつね、一発目に。あ、まさかちょっとこっちに矛先が揉んでくると思わなかったです。心温まるエピソードなんですけど、まさか森本涼子さんだったっていうお話です。じゃあこれ話もう一回戻そうかな。ちょっとほんとね、ないんすよ、ゲスの話をちょっとフル回転させたんですけど。いや、次楽しみですな。まあね、今のはね、今のはね、まあね、準備運動みたいなもんですからね。いやー、読者口軽いな。来ました。当たるかな。はい、さあ、私はまあレジェンドなので予定通りビッグが出てきました。さあ、ビッグは右打ちでここのアタッカーで消化します。1-0。あ、カウントダウンが入ってますね今。さあ、そしてチャンス取れました。はい、リーチです。あ、これリーチ、残月残月来ました。今度こそ決める。2、いきます。よーし、今度は決めました。まあ、そりゃ当たりますよね。やったー。さあ、あとは16をここでいきたい。いや、初回ドキドキしますね、やっぱり。あー、水柄で当たって2ラウンド。イエーイ。いやー、残念。いや、そんなね、そうそう簡単に引かれてたまるかって話ですよ。いや、でも4分の1って引くよね。そうなんですよ、結構引きますからね。引く引く。でもまあ 25% で3回やるんだったらまあ1回ぐらい取れるよね、うん、しかもあのチャレンジタイムに入っちゃえば、はい、まあ、あのそこで直接16引く割合も25だけど、はい、25% だけど、はい、私みたいなあの昇格のパターンも 16% あるんで、常にドキドキできるっていう、うん、そしたらまあ 40% ですか。はいはいはい、 40% が16取れるわけですよ、うんうん、必ず1回は。まあ極端な話、うん、2-2-2を引かなければ、うん、2ラウンド2ラウンド2ラウンドを引かなければ、うん、レオコさんに、うん、話をしてもらえるということなんですね。そうだね、うん、さあ、3回取り切ったので通常に戻ります。でね、これ2回目がスモール、2回目スモール、3回目ビッグで、ここにね、履歴がね、出るんですよ。ビッグ、ビッグ、ビッグ、スモール、スモールと。あー、わかりやすいですね。これがね、3回分履歴が残るんで、はいはい、まあ、まあまあまあ、うん、まあただの履歴なんですけど、うん、まあちょっとね、スモールに偏ってたら、あ、確かに、もしやみたいな楽しめる目安になりますね、うんうんうん、ちょっとね、スモールに偏ってたら、あー、確かに楽しめる目安になりますね。
さあ頼む頼む、しのいでくれ。さあラストチャレンジ。3回目でしょ。3回目でしょ。おお、いけ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 。2で止まれ、2で止まれ、2で止まれ。うわうわー、マジか。セーフセーフ。うわ、成田さんがまさかもう速攻。ちょっと成田さんね、シダしてる時に16の3連発とかやってるんですよ。そうなんですよ、ね、そう、シダで16、ね、そう、試し打ちの時にねやってるのにまさかここで2の3連発、まあそうなったらちょっと寂しいですよね、はい、そうなんですね、うん、いやでもまたすぐ引きますから、またすぐ当てるんで大丈夫です、先にこっちが当てますなんかバラエティでもサクサクしてるっていうのがいいね。そうですね、うん、あ、さ、変化、あ、ホリガオピンク厚いんだよね。今ちょっと拡大しましたね。でも夕方背景かな。あ、出た、しごろ、はい、で、宝箱、え、激アツ、激アツ、しかも宝石、宝石熱いんだよね。これもらったらじゃあ熱いんですよ。やばいやばい、やられそう。さあ、おー、あった、同時リーチ、ずれろずれろ、よし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 、決まりました。やられたよ。じゅんちゃん、そう、じゅんちゃん娘、2回だけでも熱いんですよね。さすがに次は引かれるでしょう。16引くよ。わあ、決勝決勝、2分1だ。2で、2で、よし、とりあえずセーフとりあえずセーフだけど、あと2回あるからね。まだチャンスは2回あります、うん、大丈夫大丈夫。2が戻ってこい、2が、2が、よし美味しくないですよ。美味しい美味しい、3回相撲の2連発の方が美味しいって。に、やあれマジか、マジです。相撲で6連発、逆にすごいですよね、このパターンは。逆にすごい、うん、そっちの方が引きが強いもんただ、多分皆さんはこうはならないと思うんで安心してください。こっちの方が珍しいですからすごいね、こうやって並ぶとさやっぱりさ、パチンコ地としてはもう一個ちょっとそれを揃えたくなりますね確かにね、揃えたいですけど、そろそろ引かせてもらいます、私も。あ今ね、点滅保留が入ってる。あ、本当ですね。次の回転、これ。いや、やめて、枠引かってほしかったな。あ、なんてなかった。あ、違う、これ連続だ。あ、今ね、保留が減らなかった。連続演出に発展、ちょっとまずいな。あー、あ、よし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 、3回目、チャンス目。いや、このさ、保留が減ってないっていう興奮いいよね。いいですね、うん、これなんかさ、真ん中に何かが止まってバシャーンとかじゃなくてさ、よし、さあ、同期リッチ発展してほしいな。ノーマル、でもノーマルでもなんか止まっちゃいそうだよね。やめて、あー、あー、そうか、ちょっと早まりました。お、あー、びっくりした。あー、図柄同期じゃないよ、拡大、図柄拡大、よっしゃなんかあれだね、煽らないんだね。そうですね、スパッと止まったね。いや、これで初回16お願いします。あ、これで16取ったらね、ナエさん、怖い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 、また聞く権利が、いや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 、ここからシュッとスッと、あー、いやー、止まっちゃった。止まれ、あ、発展した、よし、はい、なんかちょっと3って怖いですね。いや、この後ですよ。 3ありそうだよ。3ありそうだよ。あれ、もうやりました。出た出た、やっぱりね、引かないわけないんですよ、ちょっと待ってよ、そりゃ引くよマジか。では、じゃあ右打ちしながら引こうかなと思います、はい、うわうわうわ、よいしょ、これだ、バキーン、出た出た、なになに、成田さん、はい、なんですか、これはね、さ、ラッキーカードかもしれないですね。なんすか、怖い怖い怖い、お金の話得意分野でしょ。いや、もうしすぎて、もう仕上げに仕上げた話があるんじゃないですかいやいやいや、ちょっと待って、ただそんなレオコさんに私は応戦できるかもしれない。ん、今ちょっとね、ほら、チャンスっていうカットインが入りました。あれ、じゃあそれだけ待ってあげるよ。それだけ見てください。今チャンスです、チャンスです、チャンスです、チャンスか、緑いやいやいや、また外してくれるんでしょ。あ、拡大もなってさ、拡大もね、そこそこ熱いもんね。決めちゃおう、どうも、あー、やった、
いや、2でしょ待ってください、待ってください。これで16引けばいいですもんね。お願い、倍返し。わはい、じゃあこの2ラウンド消化しながらお金の話お願いします。じゃあ成田さんの実践取材のギャラ、誰以上誰未満か教えていただいていいですか。怖い怖い、今下水は誰以上誰以上誰未満。むしろ私女子ライターって一律だと思ってたんですけど、なんか誰以上とかあるんですか。あります。 あるんですか。あります。金額を、はい、耳で言っていただければ、はい、私が誰以上誰未満か教えて差し上げましょう。何そのジャッジ、何ですかそのジャッジ。1回でいいですか。1回、はい、1取材、うん、あの、はい、なんだろうな、あそれより下の人間がよくわからないな、うん。でも私さんは基本ですよね。そうですね、ベースです。ベースです。ナイさんはベースです、はい、ベースです。ナイさんはすごく真っ当です。真っ当ですか、褒められてる。なんかスモール引きそう。やめてください、ちょっと変な呼びにやめてくださいよ。すごいスモール引きそう。お願い、なんか本当はスモール引いてほしいな、美味しいなと思ってるでしょ。来たー、初の16引き上がった。イエーイ、わめっちゃ嬉しい。よかったね、はい、そんなもう美味しいとかも私今年は狙わないことにしたい。9回目の正直だ。とにかく玉が欲しい。じゃこれにします。じゃじゃん、あこちらです。いきますね、はい、こちらです。あー結婚、はい、でもりょうこさんの口から私あんま聞いたことないんですよ。何の話すればいいんだろう。なんかこう結婚しましたって報告しても、うん、誰と結婚しましたとか言うことないじゃん。あー確かに、そうですね、全然パチンコ関係ない人だから本当に特に言及しなくて、はい、結婚したんですよって言ったの、はい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 、そしたら、うん、旦那は誰だっていう話になって、まあ、なりますよね、なるじゃん、うん、はい、そしたら、うん、なんかこういろんな説が出てきちゃってて、はいはいはい、星沼さんと結婚したとか。いや私もそれ聞いたことあるな。星沼さんと結婚したとか、はい、お笑い芸人さんと結婚したとか、はい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 、散々ガセの情報が流れて、はい、いや正直私もどっちかかと思ってました、うん、なんで最近まで、うん、そうか、結婚したってこと言ってないんだもんね。結婚したのは聞きますけど、お相手は知らないんで。そっかそっか、最初は成田さんが入った時は本当にネット情報の私だもんね。そうですそうですそうそうそうです。いやなんか星沼さんとはね、あの漫画のパチンカーで、はい、あの疑似夫婦っていう企画をやってたんだよ、はいはいはい、あだからかな。そうだから、それもあるし、はい、今なんかあの普通に星沼さんの連載あるじゃん、はいはいはい、で星沼さんも再婚されて、はい、で奥さんがねよく出てくるんだよね。あでその奥さんのビジュアルがまたちょっとボブで、そうちょっと似てねみたいな。メガネはかけてないけどさ、はいはいはい、そういうのもあるんじゃないかな。さあ継続。あれあれ、あ鏡が出てきましたよ。そして順目だ。4、5、6、あ北緑まで行った。1回だ、もう一回続けば熱いですよね。スーパーだ。あ継続、忘れてた。熱い熱い熱い。待って、もう一個上がっちゃったらピンクじゃん、激アツじゃん。うわ忘れた、熱い。てうわピンクピンクピンク。いやこれは当たるもん、これは決めるよ、うん、さあ1回目も出てる、激アツよ。うわ来た、ピンクが激アツなんだよね。さあここもピンクに光ってます。あドン・キホーテ、上の役物でランクアップ、グラスってます ね。いやピンクは外さないでしょう。ピンク出し激アツも出てますし、これは大丈夫でしょう。出た、え、なんかさんその4回目の初当たり、初当たり、そうなんですよ。じゃあ初当たり私の倍引いてるんだ。はい、まあでもレオコさんよりちょっとね通常にすぐ戻ってきてたんで。そうだね、その分っていうのもありますけど。そっかそっか、はい、2、4、いや16、ここで16いきましょう。おおマジで。ついに初回16やったー。うわ初回16出ました。
ついにこの履歴が1個消えるね。やりました。そしてビッグ3つの履歴がつくね。よしよし、緑から赤がこれから勝ち出します。マジか、初回16位いかれちゃったか。あ、やっぱレジェンドっぽい BGM が流れてますよ、うん、じゃあこれでいきましょう。ダダン、いきますね。こちらです。どうした、あれ、え、これ同じストーリーになっちゃうのかな。さっきの話といきますね。こちらです。初恋。いや同じストーリーにはなんないよ。私初恋の人と結婚したわけじゃないからね。レオコストーリー、いや確かにさっきのね、うん、続きが聞きたかったんですよ。レオコさんのね初恋か。いや幼稚保育園の頃なんだけど、はい、ちょっとね微妙に世代は違うんだけど、はいはいはい、まだね私が保育園の頃3歳4歳ぐらいかな、はい、4歳ぐらいの頃ってまだ光源氏いたんだよ。あそうで、いとこのお姉ちゃんが、はい、諸星くんの猛烈なファンで、はい、そのお姉ちゃんの影響を受けて、まあ、真似っ子みたいな感じで私も諸星くんが好きだったの。あーカー君放ったんですね。そう、カー君、はい、カー君しか知らなかったんだけど、はいはいはい、あごめんなさい。しかもいつの間にマニアックモードしてるんですか。マニアックモードしてた。それちょっとマニアックモードもうすごい。本当に何の予兆もなかったよ。急に来ましたね。何の予兆。いやそのネタがカー君が好きで、はい、光源氏が好き で保育園一緒の男の子の家にみんなで遊びに行った時に、はい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 、その子がケンタロウ君って言うんだけど、はい、ケンタロウ君が、うんうん、あれローラースケートを履いて出てきたっていうだけで惚れたっていうの、はいはいはい、以上。それだけで。もう履いてればよかった、ローラースケート履いてればそれでよかったの。はいはい、あ、ちょっと私も初回16ついに引きました。何やっちゃってるんですか。追っかけます。じゃあもう初恋の話はこれぐらいにして。もう終わりですか。いやだってもうそれをすることない、することない。初めて付き合った彼氏とかそんなのもう終わりですか。だだだだだだだ。じゃあ私も引く権利を行使したいと思います。じゃきん、男のここが NG。 男のここが NG ですか。あーなるほど、うん、私がむしろ NG って表示することないんですけどね、うん、受け入れてくれたら、受け入れてくれたら誰でもいいっすよ。むしろ NG ないの。 NG、 あーなんかこう性格面で、はい、いや DV とか嫌でしょ。ええ嫌でしょ、ダメでしょ。付き合ったことあるんですよ。DV の人やめてだ本当に私で良ければ本当全然どの男性でも全部 OK です。ナイさんさん、一回 DV があったとしたら、はい、なおのことダメになってないからダメなのよ。ナイさんそうかダメ、じゃあ DV はダメ。DV はダメ。え、DV あと お金を借りに来る人もじゃあダメにします。ダメ、ね、これも経験あるんです。これも経験ある。これもじゃあ、うん、あと私をポイ捨てする男もこの経験あるんで、これもじゃあダメにしましょう。つらいよ。あとどうしますかね。ナイさんそれもさ、はい、今の3回権利全部スモールスモールスモール今のスモールスモールスモールでした。ビッグな男来ないかな。ビッグなやつ待ってるんですけどね今。その、ええ、その条件で言ったら、はい、世の中の8割ぐらいはビッグだと思うよ。あ、ビッグですか。本当ですか。そんなに日本中ビッグな人いるんですか。いるよナイさん。いるよ。いい国ですね日本って。いい国だね。実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイさん、もうナイさんの話ヘビーだよ。ちょっと疲れちゃってます、ね、もう今ね、はい、ドッと、もうナイさんが本当に幸せになってほしい。ありがとうございます。いやまだまだ喋りたいですしたいんですけど。ああまあね、いやでもすごい、どうでしたナイの方は。いや楽しかったです。でも、うん、なんといっても最初の当たりで16ラウンド引けた時、うんうん、ねえ、あの興奮が本当についにやったと、うん、はい、でしかもねやっぱ最初、うん、まあ私単発で終わっちゃう人間なんで、うんうんうん、そのドキドキがまだあるまだあるっていうのが ね、まあ結果的に全部がこうスモール2ラウンドあたりでも、うん、まあ、はい、ね、してもね3回ね、はい、力の入れるところがあるからね。そうです、うん、そうです。まああと朝から打ってもいいですし、はい、あと、うん、まあ夕方から打っても、うん、変な話夜から最後一発っていう時でも打てるなと思いました、ね、うんうんうん、取り切れるもんね早いからね。もうそこでちょっとその確変終了でとかことないもんね、はい、うん、はい、じゃあレオコさんどうでした、はい、いやー私もね、うん、成田さんとちょっとかぶっちゃうけど、はいはいはい、やっぱり消化が早いし
しかもあの3回権利があるから、うん、こう最初がね、例えば2ラウンドでちょっとこうダメだったとしても、うん、あとこうもう1回もう1回って合計3回力の入れところがあるのがね、はい、うん、しかもその2ラウンド取っても取り切った後でレジェンドタイムに昇格するっていうパターンもあるじゃん、はい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 、いやあれがね、あれが嬉しかった、私は、うん、私もハラハラしました、ね、あれ入っちゃったらもう次は16約束されてるから、うん、そうなんです、ね、いやー面白いな、いろんな16の引き方があるんだなと思って、ね、力の入れところ分かりやすいですよね、そうだね、しかもやっぱ通常時も、はい、まあ、モード3つあって、うん、しかもまあシンプルだから、うん、まあ、サクサク回せるし、うん、結構あのクロート好みの台でもあり、あの初心者にも分かりやすい台でもあるかなと思いましたね、はい、多分ホールでたくさん打っちゃうと思います、うん、そうだよね、はい、まあ、いろんなねタイミングで打てるからね、うん、はいはい、はい、もう導入はもう導入されている、はい、ということなので、うん、皆さんぜひホールでじゃんじゃん楽しんじゃってください、はい、注力引くぞ引いて、本当に引いて引いてください。それでは皆さんまたどこかでお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。